俺サッカーしようかな。スケボーも。はい、メッチチャンネルです。メッチ、ウィーク17で購入した商品が届きましたんで、今から開封していきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみに。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、開けましたら、ステッカーが2枚ついてますね。ステッカー2枚ついてます。はい。来ました。マッシブさん。来ましたね。もうめちゃくちゃ楽しみで楽しみで、たまらんかって。では、見ていきたいと思います。ほんま楽しみやね。はい、見ていきますね。うん、すごい、もう柄がすごいですね。柄が。うん。裏面がこんな感じになってますね。こんな感じになって、こちら94番。94番って書いてまして、こちら、シュプリームって書いてますね。シュプリームって書いてますね。はい。それで、タグの方が、これですね。はい。シュプリームニューヨークシティの 100% ポリエステル。うん。メイドインチャイナってなってますね。はい。こちら、こうなってます。はい。それで、タグの方はこうなってますね。S サイズ。S サイズですね。はい。すごい首元がすっごい しっかりしてますね。首元がすっごいしっかりしてますね。うん。これはいいなと思いました、ね。着丈ですね。着丈が、約70ですね。約70ですね。はい。身幅ですね。身幅が56になってますね。約56です。袖丈ですね。はい、袖丈が、22.5 ですね。約 22.5 になっています。肩幅ですね。はい、肩幅が約、47ですね。47になっております。はい、では次、重さの方を見ていきたいと思います。まず、こちら、ナオミさんの T シャツですね。こちらの方を測ってみますね。はい。182g になってますね。182g です。はい。置きまして、次。今回、購入した、マッシブさんのやつですね。うん。こちらのサッカーの方、測ってみますね。はい。225g になっております。こちらのサッカーの方が、重たいっていう形になりました。はい。ハイメッチです。ハイメッチですね。私、164センチの、47キロ。最近ちょっと男飯を追い込みすぎて、ちょっと超えてきたかもわからんけど、ちょっと俺今ダイエット中してんね。ダイエットしてんね、今。うん。これどうどうこれ、この、ここが良くないほら。こんな感じ。ここがもうすごい味噌。繋がってる感じが良すぎへん、これ。良すぎへん、これ。うん。めっちゃかっこいいな、これ。かっこいいなと思う。どうどう俺はめっちゃ気に入ってる。俺はめっちゃ気に入ってる。めっちゃ気に入ってるし、なんか、爽やかな気分。爽やかなスポーティーな、なんかスポーツやってますって感じ見えるかな、スポーツやってますって感じに見えるやんか。すごくいいなって、俺は大興奮で、外に出かけたいと思います。楽しみ！な感じで、な感じで見ていったんですけど、どうですか？どうですか？これ、このインパクト。これ、回ってほら、こっからこうなんねんな。こうなんねん。すごくない？これ。すごくない？これ。俺、初めてこのサッカーの、うん、やつ買ったんやけど、これなんか、感動した。正直、肌触りいいしな。めちゃくちゃいい。これめちゃくちゃ気に入った。一瞬俺悩んでたの。うん。T シャツじゃないんやなと思って。うん。これマッシバタックのね、メザニーのあれやんか。うん。T シャツ出たらもう間違いなく買おうと思ってたんよ。じゃなくてサッカーで来たから、えって思ったんよ。
えって思ってんよ。だけど、ちょっといろいろおすすめされて、サッカーいいでって言って。で、買ってみたけど、これ良かったと思った、ほんまに。生地がいいな、なんか。いいな、これガシガシいけるやん、これ。あと、首元。すごいで、これ。めっちゃ詰まってる、これ。うん、これ、すごい。首元すごい。がっしりしてる。うん。これ、で、しかも俺はなんかサッカー感ないねんな。なんか普通に着ていけるやんって思ったんよ。普通に。僕しょこんな感じやし。やけど、別に着ていけんねん、これ。めっちゃ普段使いでめちゃくちゃいけるやんって思って。俺全くサッカーのやつを全然知らんかったから、いや、偏見やってんなと思って、買ってよかったと思った。また、サッカー系って出てるやんか。集めたいなと思ったもん。ほんまに。うん、ほんで今回、初の、なかなか俺、シップの T シャツ買ったとしても黒ばっかやってん。うん、黒ばっかやったけど、今回ちょっと白やってみていいよ。やっぱ白ってやっぱ勇気いるやん。汚れ問題とかいろいろあるやんか。すごい俺悩んでたんやけど、白ええな。なんかすごい爽やかやと思ったもん。爽やかで。これちょっと俺勇気いったんやけど、買ってよかったと思った。白はなんか爽やかでいいと思った。他の青とか、黒もめっちゃ気にはなってて。どうしようってめっちゃ悩んだけど、なんかね、マッシブのアルバムのジャケットのあんなイメージでは、やっぱ白かなと思ったんよ。イメージ的には。うん。だから今回ちょっと勇気出したんやけど、白もありやなと思った。なんか、今回冒険だらけやねんな。このサッカー系を買うっていうのも一つ冒険やし、あと、白買うっていうのも俺の中ではすごい勇気いることやったんやけど。だからこれは、すごい感動した。うん。素直にこれいいなと思った。だから今後も、なんかこのサッカー系が出たら、買おうかなって。ほんまに思ってる、心から。それぐらい俺テンション上がってる。うん。早く出かけたいもん、ほんま。これ着て出かけたいもん。うん。俺多分これ着て出勤してみても、あれ出勤使うのもったいないから。うん。だからやっぱ着たくなる。俺すぐ着たがりやから。すぐ俺着たがりやから。だからこれほんま気に入ってますね。で今回、まあ、変えてよかったと思った。うん。これも大事にガシガシ着ていこうかな。っていうか、サッカーもやっちゃおうかな、俺。サッカーもやりたくなるな、これ。おー、なんかサッカーでこんなん気になる。俺サッカーやったことないから分からんねんけど、サッカーでこんなん気になるなっていうのが初めての発見でした。めちゃめちゃ。いや、すごい俺大興奮してる。ほんますっげー大興奮してるな。うん。今後もちょっとサッカー、ね、系を集めていこうかなって思ったメチでした。はい。チャンネル登録と、グッドボタン。よろしくお願いします。なんかテンション上がってる俺。めっちゃ嬉しい。最後までご視聴いただきありがとうございます。Twitter、Instagram もやっているので、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。